1日1問答え合わせする動画第26回ケアマネ試験の問題をなるべく毎日1問ずつ答え合わせしながらどんなに悲しい現実が待っていようと現実を受け入れ学ぶド S 要素満載のケアマネ学習動画です答え合わせを早くしたい方向けではありませんのでご了承くださいそれでは本編スタートです 地域福祉や地域共生社会について正しいものはどれか。一市町村は包括的な支援体制を整備するため、重層的支援体制整備事業を実施しなければならない。二市町村は市町村地域福祉計画を策定するよう努めるものとする。三地域共生社会とは子供、高齢者、 障害者などすべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に作り高め合うことができる社会のことである。4介護保険法に基づく地域支援事業等を提供する事業者が解決が困難な。地域生活課題を把握したときは、その事業者が自ら課題を解決しなければならない。ご高齢者と障害児。 ものが同一の事業所でサービスを受けやすくするための強制型サービスは、介護保険制度と障害福祉制度の両方に位置づけられている。正解は2の3の5。気になる時この答えは、 二の三の五。華麗に一点決めました。ゲイでは、解説始めます。解説始めますなどと、かっこいいこと言ってますが、調べていくと困ったことに、選択肢の一番は丸じゃないの疑惑が浮上してきました。選択肢一、市町村は包括的な支援体制を整備するため、 重層的支援体制整備事業を実施しなければならない。この重層的支援体制整備事業の意味を調べたら、重層的支援体制整備事業とは、介護、生涯、子育て、生活困窮といった分野別の相談体制では解決に結びつかないような暮らしの困りごとに対応するため、街全体で分野を問わない相談支援。 参加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に実施することで包括的な支援体制を整備する事業です。わ、何も間違っとらんやん。どのことで私には何が間違ってるのかわからなかったです。いろんな解説動画を調べましたが、まだアップされていないので、他の方が解説してくださるのを。 待つことにします。役立たずですいません。2の市町村は市町村福祉計画を策定するよう努めるものとするはその通りなので丸。3地域共生社会とは子供、高齢者、障害者などすべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に作り高め合うことができる社会である。も、まあ、その通りなので丸。 4. 介護保険法に基づく地域支援事業等を提供する事業者が解決が困難な地域生活課題を把握したときは、その事業者が自ら課題を解決しなければならない。この選択肢に関しては、どんな苦行やねん、と笑ってしまったのでバツ。選択肢 5. 高齢者と障害児、市が同一の事業所でサービスを受けやすくするための強制型サービスは、 介護保険制度と障害福祉制度の両方に位置づけられている。こちらもその通りなので丸。今日はこれで終わりになります。てか、選択肢1って何が間違えてるんでしょうか。もやもやしますが、今日はもう遅いので寝ます。と思いましたが、風呂上がりの夫に、どうせわからないだろうけど、と思いながら、どこが間違っているか聞いてみたら、なんと答えがわかりました。 しなければならない。って強制的な表現だからじゃないそれだ。と、すっきりしたので、今度こそもう寝ます。最後にお知らせ。昨日から始まった、一問一答連日投稿は、思いのほか大変なので、開始二日目ですが、早くも全言撤回します。根性なしですいません。2三日に一本くらいの、ゆるいペースで、投稿できればいいなと。 思ってます。おやすみなさい。